自分でそのなんだ新聞配達とかしてました。多分ね、おそらくなんですけど、まあパーセンテージで言うならばあんま高くはないのかなと思います。あんまりね、あんまり高くはないのかな。どちらかというとなんか普通にね、平凡に流されるように生きてきて、手取り14万の豆腐しか蓋を開ければ就職できなかったというなんかオチなのかなと。すいませんね、これ全員に当てはまるわけじゃないですけど、ただ流されるように生きてきて、ただ何も考えず生きてきて、何も努力をせず、何も大変な動画になります。おそらくこの動画を見た後、あなたは非常に大切なものを失ったことに気づくと思います。新聞配達とかしてました。多分ね、おそらくなんですけど、まあパーセンテージで言うならばあんま高くはないのかなと思います。あんまりね、あんまり高くはないのかな。どちらかというとなんか普通にね、平凡に流されるように生きてきて、手取り14万の豆腐しか蓋を開ければ就職できなかったというなんかオチなのかなと。すいませんね、これ全員に当てはまるわけじゃないですけど、ただ流されるように生きてきて、ただ何も考えず生きてきて、何も努力をせず、何もせずで、気がついたら手取り14万のところしか働けなかったっていうオチのような気がする、気がするね。まあ全員に当てはまるわけではないと思いますけど、じゃあその小野沢さんと手取り14万の人のね、そのまあスタートラインってそんな変わらないわけですよ。スタートライン変わらないでしょ。もともとなんかすげえその環境に恵まれてたのか、環境母子家庭ですよ。環境毎日新聞配達、それでね、小野沢さんが言ってたんだけど、新聞配達する時のスタートが墓地だったらしいんですよ。でその墓地からスタート、その墓地を、墓地の周りになんか家があるらしいですね。でその墓地、墓をね、朝からずっと墓の周りの家をね、こう新聞配達するらしいんですよ。苦痛だったって言ったら怖かったっつってね。どうすか、毎朝ね、墓地、墓地、墓地スタートですよ、墓スタート。なかなかファンキーですよね。まあ、なんでそのじゃあ違いが生まれたのかっていうと、やっぱりね、小野沢さんの場合はなん飛び込んでったんですよ。飛び込んでった、ほんとそれですよ。まあその小野沢さんと久保さんの出会いもそうなんですけど、久保さんもそうですけど、飛び込んだわけですよ。インターネットビジネスっていうね、まあ、当時僕が裏方でプロデュースというか、プロモーション、プロデュースではないですけど、プロモーションはねしてましたけど、まあその塾に、インターネットビジネス塾に飛び込んで、まあ同じ塾生になったわけですよ、小野沢さんと久保さんは。要は新しい世界に飛び込んだと。でなおかつその小野沢さんと久保さんの違うところは、やっぱりね、そのリアルの勉強会にね、久保さんもね、金ねえのにね、広島からわざわざ来てたわけですよ、広ね、東京まで。小野沢さんも来てましたよ。そう、飛び込むし、生でその人たちの話聞くし、体験するし、みたいなことやってて、で、やっぱその、他の人が取れない情報だったりとか、他の人が得られない体験ですよね。まあ、そういうのを得てて、まあ、変わってったかな、というとこですね。でも、手取り14万の人は、多分他の世界に飛び込まないですよね、多分。他の世界に飛び込んだとしても、怪しい情報商材を買って終わりみたいなね。違う、久保さんと小野沢さんの違いっていうのは、その体験というか、もう生なんですよ。もうリアルでこう、どんどん会いに来るっていうね、ことをやってました。だからそこがね、やっぱね、情報の質じゃないですかね。情報の質。生で聞くのか、リアルで本当に稼いでる人にリアルで会って直接聞くのか、ね、ネットで調べて、これどうなのかなって見るのか、これは、嘘なのかな、お金持ちブランディングなのかな、本当なのかな、みたいなね、なんかあだこうだやるのと、やっぱ生でね、その人の家にね、行ってね、話を聞いたりとかね、それはね、やっぱ全然情報の質が違うと思いますね。で、質が違うと運が変わるってことです。そりゃそうですよね、質が違うんだから運が変わりますよ。運の質が変わるわけですよ、ね、出てきたね。運の質が変わ、運の質を変えるためには質を変えろってことですよ、ね、情報の質を変えると。久保さん出てきますね、いろいろとね。運を変えるためには
質を変えろ、情報の質を変える、情報の質を変えることによって運の質が変わるということです。情報の質ですね、情報の質です。多くの人は低い情報の質を浴びてるんです。違うんです。より高い精度の高い、精度の高い、もうリアルです。自分の目で、自分の鼻で、自分の耳で、自分の空気で、なんか自分のこの五感をね、でフルにね生かして臨場感でしょ、うん、あ、やっぱこうなんだってね。みんな情報の質が低いから本当に稼げるのかな言うとるわけでしょね。それは質が低いからね、情報の質が。それは生でね、そうそうそうね、僕が鹿児島合宿を以前やってて、大学生の子が来たんですよね、大学生の子が。で大学生の子が言ってたんですけど、まあ対談取ったんですよ、対談をね。大学生の子なんて言ってたと思います、その鹿児島合宿の感想。おっさんやな、鹿児島、僕の24時間のまあ泊まり込みですよ、泊まり込みで僕の1日をまあ見てるわけですよ。大学生は、その大学生なんて言ってたと思います、いやー吉谷さん動画撮ってるかインスタしてるかしてませんでしたみたいな、本当にやってますねみたいな。そりゃそうですよね、僕がやってる、まあ、1日一緒にいるわけですから、まあ、コンサルもしつつ自分のこともやりますから、まあそれをね、彼は生で目の前で見てるわけですよ。あ、本当にやってんだなみたいな、本当に動画撮るかインスタやってるかしかねえなみたいなね。まあそう、しかもまあコンサルやってますから、コンサルも一応仕事ですからね、うん、まあなんかコンサルしてる時にね、アマゾンプライムビデオ見れないじゃないですかね。合宿中にアマゾンプライムビデオまあまあ見れないんで、まあそうなりますけど、だからまあそこにまあ合宿を入れないんだったら、その合宿のそのコンテンツを入れないんだったら、アマゾンプライムビデオ見るぐらいですよね。あれどこだっけ、はい、今11分、もうちょっと散歩しましょうか。そう、昨日は道に迷いましたけどね、昨日は道に迷ったけど、まああれはあれでいい散歩になりましたけどね。そうだから、あとね、あとやっぱ交渉しに行くというかね、やっぱそのまあ僕も小野沢さんとの対談をね別にする予定全くなかったんですけど、まあ小野沢さんが絡んできたんでね、その絡んできた理由が、最初の理由がその久保さんとの対談なわけですよ。で久保さんとの対談の動画がきっかけになってるんで、じゃあ小野沢さんと対談すれば面白くないみたいな、でテーマは思考は実現化しねえみたいなタイトルなんですけど、そう、それじゃ面白いよねっつって、僕はオファーしたわけですよ、交渉したわけですよね、対談取れませんかっつったらね。で結局ね、蓋を開けたら僕の運っていうのは何かっていうと、なんか小野沢さんがなんかそのこの前セミナーやったみたいなんですけど、そのコピーライティングを学びたいっていう人がいたらしいんですね。でその吉谷さんが持ってるそのコピーライティングの教材ちょっとプレゼントしてくださいよみたいなね話になって、別にいいですけどみたいな。でどうなったかっていうと、まあこれから小野沢さんのチャンネルの方でもちょっと多分撮影5本か4本撮ってるんで、その動画アップロードされていくと思いますけど、僕ね広告費ゼロ、広告費ゼロですよ。でその動画でも言ってると思うんですけど、普通だったらね、あのオプトでね、まあアフリ報酬とかでなんか小野沢さんにバックしないといけないわけですよね、2000円なり3000円なり分かんないですけどね、まあ単価はちょっとなんだまちまちですから。で僕ただでね小野沢さんに紹介していただいて、僕リスト取れるわけですよ。これ普通じゃないですよね。いや、小野田さん、あれ僕売りますけどね、大丈夫ですかみたいな。え、いいんすか、え、オプトいくらすかみたいな。広告費いくらすかみたいなね。いや、全然いいです、みたいな。わざわす、みたいな。どうすか僕の、うん。普通だったらお金払わないといけない、紹介料払わないといけないんですけど、一切払わなくていいっていうことになりましたからね。そう、なんかありがたいですね。ありがたい。僕の運いいでしょ、広告費0円で顧客リスト集められるっていう。でもこれもね、まあちょっと
紐付けますけど、紐付け億万長者合宿に紐付けると、紐付けるとね、久保さん、あの億万長者合宿の本編、億万長者合宿の本編でこのねイベントがあったわけですよ。何かっていうと、この億万長者合宿の中で久保さんのねFacebook ライブで番宣できるみたいなね、自分の商品を番宣できるっていう機会があったわけですよ。で、久保さん Facebook も何年もやってるし、なんだ4000回ぐらいライブやってるし、まあまあまあ普通の初心者の媒、初心者が今から始めましたっていう媒体よりね、めちゃくちゃやってるわけじゃないですか。で、そこで自分の商品を番宣したりとかいろいろできるっていう特典がついてたわけですよね。だけど結局そこでそのライブ放送でね、ライブ放送で番宣できた人が、まあ一応自己紹介ぐらいですけど、まあみんなやりましたけど、結局そこで自分の商品だったりとか自己紹介をできる人いなかったんですよね。いないんですよ。もしいたらね、商品売れてたかもしれないし、顧客リスト取れてたかもしれないし、もったいないですね。僕は商品もある、しかも交渉もしに行く、なんかそのもともとなんだ、そのコピーの教材を紹介してくださいよって言ったわけじゃなくて、僕はじゃあ久保さんともそれがきっかけでやり始めたんだ、対談しましょうよってオファーしたじゃないですか。でそのオファーして、じゃ あ喜んでってなって、じゃあその後吉田さん、あのコピーのちょっとこの前そのセミナー参加した人がコピーのあれね悩んでる人がいましてみたいな、吉田さんなんかないですかみたいな、僕あるんですよいっぱいコピーで、じゃあコピーライティング道場行きますかみたいなね話ですよ。そう、もう交渉もするしあるし、いくらでも行けます。でも元々は別にそのプレゼント企画でやったわけでもなければ、なんだ、全ての点と、まあ点と点があるし、点と点をつなぐ行動もしてるし、でも多くの人っていうのは何も自分の商品も持たない、何も交渉しない、リアルでいかない、ただインターネット上の情報を見てね、ああだこうだやってるわけですよ。ね、ああだこうだ、本当に儲かんのかな、この人詐欺なのかなとかね、うさんくせえのかなとか、怪しいのかなみたいな、いやいやと、会いに行けよと、とりあえずお前の目でね、お前の目で会いに行けよと、だって人生を変えるか変えないかの大きな決断、情報なわけじゃないですか。で、そこで、インターネットの情報で右往左往してるんじゃなくて、てめえの目で目ん玉ひんむいて会いに行って見てみろと。じゃあそれでてめえの目でね、あと見てみて、それで騙されたんだったらてめえの目がダメなわけじゃないですか。それはねしょうがない、それはしょうがない。うん、だからインターネットの情報もたくさん見る、さらにリアルも見に行く、いやそれでジャッジすればいいじゃないですかね。なんかね、みんなね、あれなんですよ。まあ、情報の質が本当に低い。低いですよね、久保さんね。だって情報の質が低いから稼げんですか、稼げないんですかとか言ってるわけじゃないですか。なんかそのね、お金持ちの家に泊まりに行ってね、すいません、稼げるんですかみたいな。いや、稼いでるからこの家に住んでんだろ、みたいなね。どうですか、久保さん。本当に久保さんの家に泊まりに行ってね、久保さん本当に稼げるんですかって言います。いや、てめえ泊まりに来てんだろ、その稼いだ金で買った家に、みたいなね。バカかと。あれ、これ行き止まりですね。久保さん、行き止まりでした。行き止まりだ。行き止まりですよ。行き止まりでしたね。朝日です。行き止まりだな。あ、そうそう、久保さんあれですね、あのやっぱあの 一眼っていうか、あれめちゃくちゃいいじゃないですか。音がねめっちゃ良かったですよ、久保さん。全然あのソニーあれソニーのちょっと使ってみたら良くないですか。あれ聞きやすい、久保さん。まあ別に久保さんのお任せしますけど、せっかくあるんだって、手持ちのカードあるんだったら使えばいいんじゃないですか。で、あとね、多分ね、久保さん、あのね、多分ね、重いのが、あれなんですよ。フル HD で、まあちょっとソニーのね、それ持ってないんで分かんないですけど、一番低画質、多分デフォルトはフル HD になってるはずです。デフォルトはフル HD。1920、1080の枠で。それだと重いので、
画質を下げる720×1080×720 のフルじゃなくて HD サイズっていうのがもしできるんだったら、そっちだとね軽くなりますよ。この今 iPhone も iPhone もデフォルトだとフル HD なんですよ。だけど画質下げてんさ、720に 720p みたいなねあるんですけど、そうするとファイル軽くなるので、これで多分ねフルで撮るとすげえ重くなるんで、いや久保さんあれめちゃめちゃいいっすね。雑音一切ないし聞きやすかったっすよ。あるのに使わないっていうね、上級者はね、上級者はある手持ちのカードあるけど使わないっていう。セミだ久保さん、セミ。こいつも多分死にますよ多分。セミね、あれですよね、7年か8年土の中にね潜ってね出てきて2週間ぐらいで死ぬんでしょ。セミの人生ってえぐいっすよね。そう、セミってえぐいっすよね。7年8年頑張ってるのに生きられるのは2、3週間っていうね、多分そんぐらいですよね。1年とか2年生きられないですよね。そんなに土の中で耐えてるのに、はあ、僕たちは何なんでしょうね。セミにもなれないと。もう今日結構いろいろ喋りましたね、ね久保さんね、いい話が出たんじゃないですか。散歩しながらですけど健康にいいですね。めちゃくちゃ健康、この朝日がねいいですよ久保さん。朝日気持ちいいですね。あんまり朝日浴びることないんですけど、まあ人間ってねちょっとはねあんまり浴びすぎるとダメらしいんですけど、やっぱりその光をね、そこ光を浴びるっていうのがすごくいいらしいですよ。そりゃそうっすよね、植物も光合成でできてますからね。まあ本質としてはやっぱちょっとはね浴びて、紫外線というかそういうのちょっと浴びてこうやっていくっていうのはね。でもまあじゃあ実際ね朝日はいい、朝日おすすめですねこれは。まあ昼間の太陽は草暑いと思いますけど、朝日はねなんか程よい紫外線でいいですよ。なかなかいい。まあ、しかもねこれ歩きながらこのウォーキングするとねすごくエネルギー使いますから、ダイエットにもいいんじゃないですかね。僕ね腹筋ね筋トレしてないんですけど、腹筋あるんですよ、腹筋ね。だから腹式呼吸というか喋ってるんで腹筋使うじゃないですか。だから喋るっていうのはいいですよ本当に。しかもねこれあれですよ、なんでもないです。あそうだ、セルシオね久保さん、セルシオの話してなかったな。セルシオはあれですね、アミシャじゃなくてヤンシャじゃないですか、あれヤンキーセルシオじゃないですか久保さん。ローダウンして刺す完全もうなんか田舎のヤンキー車じゃないですか久保さんやんちゃですね久保さん。あのセルシオもうかっこいいでしょ、かっこいいけどもあれを乗るってなかなか田舎のヤンキーですね久保さん。いやパンチありますね。でもね久保さんには合ってる、久保さんのリーゼントとサングラスでセルシオ合ってると思いますよ。どこの組のもんやみたいなねどこの組やねんみたいな久保さん。あれはね久保さんに合ってる一台じゃないですか、セルシオ。やっぱりいいチョイスですね
はい、あれでやっぱサングラスリーゼント出ていいんじゃないですか、うん、非常にいい。じゃあ散歩終わりますか。30分歩いたらね、結構あれじゃないですかね、健康にいいね。30分歩くって結構良くないですか、ウォーキング的に。しかも動画も撮ってるからね、これね。で、あとね、今日番宣もしときますけど、今日の18時に公開されますから、小野田とはじめ最大瞬間風速月収1億円男との対談動画、8月1日今日の18時に投稿されます。行ってらっしゃい。こんにちは。今回の動画は皆様に最初に言っておきますが、大変な動画になります。おそらくこの動画を見た後、あなたは非常に大切なものを失ったことに気づくと思います。